秋の土曜、始まります。最も気をつけなければならない星の方たちも発表。最後には秋の土曜だからできる開運情報もお話ししますので、最後までゆっくりとご覧になってください。皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ皆さん、10月の21日土曜日から秋の土曜が始まります。絶対に気をつけてほしいところをしっかりとお話ししていきますので、しっかりとメモをして聞いていただければと思います。さあ、10月の21日の土曜日から11月7日のこのお日にちまでが土曜期間、11月の8日の水曜日から立冬が始まって冬の季節になっていくんですけれども、節明けのお時間が午前の1時39分、7日から寝て起きれば土曜は明けるということなんですけれども、まだまだ土曜の残りがが残ってると言われているのがこの秋の土曜の恐ろしさでございます。立冬の日にちも今年は注意が必要な1日となりますので、11月8日節が明けたとしても、この日にちまで秋の土曜だと思って気に留めといていただけるといいんじゃないかなと思います。この日にちが危険日ですよというお話はですね、10月の危険日の方でもお話ししておりますので、ぜひとも再度確認していただければと思います。そしてですね、1年に4回来る土曜、春、夏、秋の土曜、冬、こちらで詳しく土曜についてお話ししておりますので、まだまだ土曜という期間を知らないなと思う方、確認の方どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この秋の土曜、開業移転引っ越し機能選定伐採、土に触るようなことが禁止されている土曜期間、地鎮祭などのお家を建てていらっしゃる方の始まりごとというのが NG という期間になってしまいます。土曜というのは秋の季節を終わらせて立冬から冬の季節になる変わり目の時期、何事にもぐちゃぐちゃしていて新規ごと始めるにも変化してしまうということから非常に怖い期間でございます。21日から7日って結構長いなという感じがしますよね。今回の秋の土曜はですね、ちょうど一つ怖い暦が重なってしまうんです。それが8選でございます。皆様に暦のお勉強をしていただくのに、最近ちょこちょこお話ししているこの8選、10月の21日から同時にスタートになります。土曜の終わりと一緒ではなく、11月の1日の水曜日まで12日間8選の期間ということになります。こういった暦のところにも10月のところをチェックしていただくと、8選始まりって書いてありますよ。ぜひともねチェックしていただければと思うんですけれども、60巻詞が上下同じ要素で重なって非常に偏ったエネルギー、物事が順調に進まないと言われている期間でございます。秋の土曜とダブルで重なってきますので、いつもとは違った感じを受けるかもしれません。自分自身の判断じゃない判断の仕方をしてしまったり、いつもとは様子が違うことが起こってきそうと言われております。で、以前ねこちらの10月の大吉日の方でもマビというお話をねさせていただいたと思うんですけれども、秋の土曜期間のマビというのがこちらになります。10月の28日の土曜日、10月30日の月曜日、11月1日の水曜日、今回のマビ非常に少ないです。このマビというのが土曜期間であったとしても、土いじりだとか土に携わることは一応しても OK ですよ。土の中で土工人様がいろいろと変化している最中なんですけれども、マビの日にちだけは天界に変えられて土の触りなしという期間なので、どうしてもしなければならないという方はマビを選定していただけるといいと思います。ただしマビだからスタートしてもいいよ、順調にことが進むんだよというわけじゃなく、どうしてもしなければならないという方はマビというお日にちを使っていただくということで覚えておいていただければと思います。あくまでも土曜期間であるずらせるものに関してはやはり使いたくないなという形でございます。特
に変わり目の秋の土曜にどうしても気をつけてもらいたい星の方がいらっしゃいますので注意していただきたいと思います。三匹木星さん、六白金星さん、そして九紫火星さん、土器が強い星回りに開座しているのが10月でございます。この3つのお星の方は土のぐちゃぐちゃなエネルギーに翻弄されてしまいやすいと言われております。他にもですね、この土曜期間中木っぽいある方、ぜひとも強作用緩和と言われておりますので、この10月にね行っていただきたいですし、私の木っぽいの鑑定書の方ご注文ねたくさんいただいてありがとうございます。現在2024年来年分の鑑定書もお作りの方させていただいております。新しく作っていただく方とのご縁もいただけて本当嬉しいなと思ってるんですが、この2023年も11、12、1と冬の季節3ヶ月間も残っております。そちらも合わせて木っぽいデビューしていただきたいなと思っておりますので、ぜひとも概要欄の方から木っぽいの鑑定書の方もチェックしてみてください。さあ、そしてですね、この土曜期間中10月の29日日曜日に満月ございます。満月という力を自分のエネルギーとして吸収していただくのとてもいいんですが、ものすごくパワー的には満ちてるという意味になりますから、この日にちもいつもとは違った感覚になってしまいやすいと言われております。苛立ちだったり、もう怒りだったり、いっぱいいっぱいになりすぎて後悔してしまったなということにならないように皆様発言行動にはね非常に注意していただきたいと思います。プライベートの方でもですね、感覚変わってくると思いますので、満月に翻弄されるということのないように理性を保って過ごしていただきたいなと思っております。さあ、そして最後に犬の月、秋の土曜期間中になります。十二支ぐるっと並べていただくと、犬という月の真反対に属する干支が立つということになります。秋の土曜にはですね、この反対側にいる立つの頭文字たのつく食べ物を食べて、犬の月の秋の土曜を撃退しましょうということで、たのつく食べ物といえば玉ねぎ。ちょうどこの間私淡路島に行ってまいりましたので、玉ねぎをしっかりと購入してまいりました。そして大根、大根で作ったたくあん、これもたのつく食べ物だと思います。タコ、そしてタイ、タイ飯、タイ焼き、タイ料理、まあでもタイ料理を食べて元気、活力、みなぎる、いいですね。ということで、たのつく食べ物を特にタツのお日にちで食べることによって撃退しましょうということで、皆さん手帳の方にチェックをお願いいたします。今回のタのつく食べ物を食べるタツの日なんですが、10月の25日水曜日、日の絵のタツの日にち、11月6日月曜日、土の絵のタツのお日にち2日間ございます。ヤブルのお日にちではございますが、大願成就日ということで、非常に物事が成就しやすいお日にち、逆に破れのお日にちを使って土曜の今日をさよう破れ去りましょうという感じでいかがでしょうか。この10月25日、11月の6日のお日にちは、両日ともにたのつく食べ物を皆様と一緒に食べて共有をさせていただければと思いますので、たのつく食べ物他にも何かありましたら、皆さんたくさんコメントの方よろしくお願いいたします。秋の土曜ギリギリまでね暑かったですから、ぐっと冷え込んだなという感じはしてますけれども、しっかりとご自愛いただいて、秋の土曜に負けないように吉方位の方もたくさん行って英気養ってきてくださいね。公式 LINE の方では鑑定のご予約、毎日の占いまでいろいろと機能備わった公式 LINE 無料でやっております。こちらも概要欄の方に詳しく載っておりますので、ご登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。まだまだ10月も開運情報満載でございます。11月立冬過ぎの冬の情報もこれからたくさん配信していきますので、ぜひとも楽しみにしていてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。